先ほどステージの真裏、幸運というか偶然というかエルビスの楽屋の真向かい NTV のブースが設けられておりまして、夕べ行われた総リハーサルではね、ショーを終えたエルビスが汗ぐっしょりで楽屋に飛び込んでくるのが目の前に見られたと、そう伝えてきておりますよ。そしてこれが会場の HRC の内部、日本武道館を少し小さくしたようなホールで1万人の観客を収容できます。多数のスタッフが各部門に分かれまして準備に大わらわです。客席に大きく突き出しましたステージ、用意されました6台のテレビカメラ、そして華やかな照明、新しい試みとして使われます大反射板、ショーを間近に控えまして必死の準備が続けられています。昨年11月に同じこの HRC で行われましたエルビスのショーとは全く道があるような舞台装置だそうですよ。そしてエルビスのバックを受け持つオーケストラの人々、コーラスの人々も入念なリハーサルを繰り返しております。全てが14日深夜のショーのオープニングに向かって進行をしているわけですね。はい、これはエルビスの楽屋です。中へ入ってみましょうね。今現在この時間にはこの楽屋にドレスアップしたエルビスがショーの開演を今や遅しと待ち構えているわけです。ショーの始まる前はいつでもとっても緊張するというエルビス、きっと今この時間もうイライラしてるんじゃないかと思いますけれども、なんかこっちの方がドキドキしちゃいますねナイティーさん。はい、エルビスが楽屋を出ます。バックステージの狭いところを駆け抜けて階段から一気にステージに躍り出るわけですね。Just one side. Show me those. These will work together now. This one. 世界最大のエンターテイナーを迎えて、これだけの大掛かりな装置。しかもそれを人工衛星を使って世界に同時生中継するというかつてない試み。まさに世紀のショーというにふさわしい今夜のエルビス・プレスリーショー。まもなく現地から生の絵と音がこの画面に届くことになっております。That one little strip over there. Yeah. You gotta go down.